コンクマリアクション系 VTuber のハーチスカクマです。今回は事情あってチェリマホ第6話だけの感想を忌憚なく語っていこうと思います。前回謎の女とタクシーに乗り込んだ黒沢と足立、謎の三角関係が始まってしまうのか、これから2人はどうなっていくのかを追っていきたいと思います。それではレッツゴー。まずは足立が自宅で横になって黒沢が覆いかぶさってる。え、何が起こった？あれ、俺は数間違えたかな。すると30分戻ってタクシーのシーン、レイの女と3人で乗り込んでいます。一人で帰れるわけないだろ、これから足立を家に送っていくんだよ。だから今日は彼氏んとこ帰れ。勝手すぎだぞ姉貴。お姉さんだったんですね。そうするとお姉さんが、足立くんごめんね、具合悪いのに。いや、そう思うなら乗ってくんなよと思った視聴者は8割を超えてるんじゃないかと思います。足立くんって一人暮らし？じゃあ雄一が泊まり込みで看病してあげたら？ちょっとやべえですね、雄一のお姉さん。とにかくね、もう誤解も解けて黒沢が足立の家に本当に行くことになっちゃいました。そこで足立を気遣ってベッドに連れそうとしたタイミングで黒沢がつまずいて、そして前述する覆いかぶさり事故になっちゃったんですね。でも黒沢は、足立は病人なんだぞ、もっと体をいたわれって頭で思ってて、そしてそのまま自制して足立の看病をしてくれます。服畳んだりとかむっちゃ看病してくれててさ、あ、でもね、あの足立の部屋あんまり DT 臭くはないですね。めちゃめちゃこう物がちゃんと結構かっこいい部屋になってるなと思いました。足立はそんないいやつ黒沢に、何ビビってんだよって自分に対して嫌になってますね。そして朝食を作ってる黒沢の後ろから、ありがとな黒沢の看病のおかげで。別に大したことしてないって。いや、大したことしてくれてるよな。こんなに看病してくれたらね、もう僕も惚れますね。そして黒沢言います、今日はちゃんと自分家帰るから。で足立が、別に好きなだけ泊まってっていいよ。足立、ほらお姉さんも困ってたみたいだし、黒沢には世話になったから。黒沢はあっさりと、じゃあ泊めてもらおうかななんて言ってたんですが、10月28日、今日は足立との同棲記念日。とんでもないこと言い出してるな黒沢。今日から二人きりのスイートライフとか言って妄想始めちゃうんですよこいつ。そしてやけどすんなよって言いながらおかゆを足立に食べさせます。もうすでにやけどしそうです。ここの場面のね、足立と黒沢二人とも可愛いですね。さて会社のロゴから入ってきて、二人と藤崎さんが同じ部屋にいます。前からちょっと思ってたけどさ、ちょっと話ずれるんだけど、この会社って文具の会社なのは扱ってるものでわかるんだけど、トンボ鉛筆系かアスクル系かどっちなんだろうね。ロゴがペンだし、ロゴもトンボに似てるからトンボな感じがあるんだけど、仕事が開発新商品の売り込みよりも相手の企業がどういう企業か調べての企業契約中心っぽい雰囲気があるんで、やってることは見た感じアスクルさんに近いのかなと思う部分もある。もしかしたらミックスしたイメージなのかもね。島工作の松下電器がモデルだけど、名前は東芝に近いし。でも素直にトンボ鉛筆さんがモデルってことも、どっちなんだろう。まあ、いや、次に行きましょう。黒沢とのことを思い出して困惑してる足立。髪がボサボサになったんで藤崎さんに直してもらってます。でも、それを神妙な顔で見つめる黒沢。その後で黒沢は足立に、一緒に帰ろうって LINE 打ってますね。姉がいる間足立の家ってことで不自然では全くないんですが、ただまあ黒沢がね、それを友情ではなくという感じなので、結構なかなか意味深な LINE に仕上がってますよね。そして黒沢の心が分かってるがゆえに、足立もうわーって感じになっています。まあ足立の気持ちは分かりますね。彼の場合黒沢に対して、そもそもいい同僚なのか付き合ってもいい相手なのかっていう二者択一をまだ決めきれてません。自分はね、割と物事割り切るタイプなんだけど、それでも恋愛事はこの先の人生にかかる可能性もあるんで、この結論はね、足立と一緒でなかなか出せないかなと思います。まあ足立の場合大変なのは、黒沢も足立が好きって分かってて、じゃあ自分はどうするのか、どうしたいかっていう結論を考えなきゃいけない段階に入ってるのね。すでに自分だけのことじゃなくて相手のためも思ってのことではあるんだよね。まあここはね、足立が優しいからこそ発生する悩みでもあると思います。だから足立のこのあたりの気持ちは一見煮え切らないように見えるけれど、
まあ、簡単に割り切れる問題じゃないって感じで同調してしまいますね、どうしても。そんな時六角が話しかけてきて、足立と黒沢が一時的に同棲してるのを聞いて、むっちゃ楽しそうじゃないですか、俺も遊びに行っていいですか。でそれに対して黒沢は嫌っていう感じで拒否ろうとするんだけど、足立はそれに対していいよ。これで足立は二人きりを回避します。同じ立場だったら皆さんどうします？僕も結構足立と同じことをしちゃうかな。これ難しいもんな。そんな時の告げ、告げはねもうめっちゃ恋をこじらせて1時間に1回注文とかしてます。だけど別々の配達員が来れども来れどもあの子は来ない。それで宅配所に調べに行っちゃうっていうね、もう完全に次はストーカーになっちゃってます。そうしたらね、あの子が別の公園でダンスをしてるのを見つけるんです。まあということはこの日シフト入ってなかったっていうことだけですね。でもそのダンスしてる彼に対してもキュンとしちゃってる告げ、これどうなるんかな。そして自分の心のつぶやきを全て LINE で足立に送って、足立も困惑してます。これさ、告げこのまま恋愛小説書くってオチまで見えてきそうですよね。でもあれだよね、あの告げの場合売れてるのは童貞だからってのもあるかもしれないと思ってます。童貞だからこそ切ないピュアな恋愛を妄想で今まで欠けてた的なのはありそうじゃないですか。それがね、あの実恋愛触れるとどうなるんだろうね。この話はそんな部分は別にリアルに書くような話ではないと思うけど、ふと考えちゃいました。漫画とかだとね、そのジャンルの知識ない人の方がむちゃくちゃやっちゃうから逆に大ヒットみたいなことが実際にあるんですよね。恋愛でも確か例があったんじゃないかな。そして僕の好きだった歌手で初期の頃恋愛ピュアそうな感じでめっちゃいい歌出す子がいて、だけど明らかに売れるたびに歌からもう恋愛がこなれてきた匂いがして、まあ昔の感じの歌と変わっちゃった人がいるんですよね。それはそれでコアな支持はね得てる人なんですけれど、そのくらい恋愛と非恋愛ってね目に見えるほど影響を及ぼしちゃうと思います。さて足立の家では何も分かってない六角が、足立さんあーんとか口を拭き取ったりとか、もうねあの黒沢の殺意が見えてきますね、怖。そして黒沢は六角から世話係をぶんどってたこ焼き器でアヒージョを始めます。いいですね、さすが黒沢おしゃれ。でも黒沢はその時の自分の大人げない行動を自制しています。そしてそんな黒沢の心が見えた足立がねこの時黒沢のこと可愛いって思っちゃってますね。なんか前々までは黒沢のそういう部分を知るたびに怯えてた気がするんだけど、ちょっとだけ変化してきたのかもしれないですね。しかし六角はねそんな黒沢をつゆ知らず簡単に足立のパーソナルスペースに入り込んでいきますね。そして昔六角もダンスをやっていたらしいです。あの配達員も映ってますね。六角がそのダンスを自虐して何事も諦めが肝心すからねなんて言ってますが、六角に触れて本音が分かった足立は、いいじゃん今は営業部のエースになりたいんだろ、新しい夢見つけてまた頑張るのはすごいと思うけど、俺なんて夢も才能もないし六角が羨ましいよ。この言葉でね六角は少し笑うんですよね。もしかしたら少し六角の心を今の言葉で救えたのかもしれませんね。でも寝てる時に黒沢が足立に触れる、六角が羨ましいって本心なのか、なんでそんなに自信ないんだよ、俺なんてなんて言うなよ、足立は俺にとって特別なんだから。黒沢からするとそうだよね。なんか黒沢ねほんと今までもきつそうだけど、今回の黒沢ね今まで以上にきつそうに見えますね。そして次の日朝起きたら黒沢がいません。あでも黒沢から LINE が来ました。でも最初既読スルーからで、黒沢そして廊下にいて何か決意したような顔をしています。そして黒沢と足立が一緒に帰る、昨日の話、足立は楽しそうに黒沢の前で話をしています。黒沢の前でこんなに楽しそうに話しているのは足立初めてじゃないかな。だけど黒沢は逆に上の空、足立はこういうのが重いのかなって黒沢を見て想像してます。足立もね昔何かトラウマがあるみたいですね。今までと違ってね足立の方が必死に話しかけてるんですよ。でもなんか展開が逆ですよね。でもこれがこの時足立が感じてるどうしたらいいんだ感がさ、実は今までの黒沢が足立に対して味わってきた感情なんだよね。
まあ、別に今まで足立が悪かったわけじゃないんだけど、黒沢が感じてたあの時の痛みを今足立は少し味わってるのかなって感じました。で、黒沢が口を開きます。もう止めてもらわなくて大丈夫。でもまだお姉さんが、これ以上一緒にいるのしんどいんだよ。そして、俺お前のこと好きなんだ。衝撃の展開でこの6話終わりましたね。いや、黒沢はね、ほんと大変だったんだよね。大変だったと思うよ。ずっと嫉妬する自分にも期待する自分にも両方に精神がやられていくんだよね。実際はどっちなんだっていうのが足立からはわからないし、その上で黒沢はアブノーマルな同性愛じゃないですか。社会的には、まあ、結婚はね、日本では認められてない、儀礼的にはされてる方も今結構おられるとはいえね。で、足立が黒沢のことを拒否しきってないんですよ。だからこそ1ミリでも期待してしまう、そんな自分がね、嫌になってくるんですよ。足立を好きなこと自体がみんなを傷つけてるんじゃないかって気になったりとかさ、しちゃうんじゃないかなと思います。人を好きになるのって、好きになりすぎるのって、マジでこの辺りが痛いよね。思いを募らせれば募らせるほど自分の醜い部分もね、見えてきちゃったりするんだよ。さて、僕の動画ではね、忌憚なく総評と不満点も言っているような配信をしています。ですが、今回に限ってはないね。最高の1回、今までで最高の1回でした。僕にとっては少なくとも。勘違いしないでほしいんだけど、別に僕は人の不幸が好きなわけじゃなくって、ハッピーエンドの方がもちろん好きなんだけれど、取ってつけたような心情描写が全く受け付けれなくて、それで今までラブストーリーが苦手って公言してきた理由にもなってて、ラブストーリーとかラブコメディはもともと見れない苦手なタイプだったんだよ。そこの自分に嘘はつきたくないから、これまでチェリマホでもいろいろ言ってきました。でも、この話は足立、黒沢それぞれの心の描写が細かくて素晴らしくて痛くて、分かってもらわなくていいけど、僕これめちゃめちゃ好きな回ですね、正直。さて、そんな感じでドキドキの展開になりましたが、今回も2話まとめにしようと思ってたんだけれど、ちょっと尺が長くなったんで、今回はこの1話にさせていただきます。いや、でも本当にね、いい回でした。次の回もね、これが展開していくってなるとすごく気になるよね。ということで、次のチェリマホ第7話、2人はどうなっていくのか楽しみに見ていきたいと思います。いや、もうね、実はでもこれを収録してる時には第7話も見てるんで、また近々上げれると思います。それでは次回もよろしくお願いします。おつくまー。